本日は大ヒット御礼舞台挨拶ということでここ東方シネマズ日比谷よりなんと全国の百六十二スクリーンに向けて中継しておりますあちらのカメラで全国に届いております、はい、中継先にいらっしゃる皆様にも向けてお一人ずつご挨拶と公開後の反響を受けての今のお気持ちをお願いいたしますではまずは足立清役を演じられました赤蘇英二さんよろしくお願いしますはい え皆さんこんばんは。阿達寺清志役の赤松英二です。えー、っとですね、本当に前回舞台挨拶させていただいたんですけど、まあこうやってまさかまた立たせていただけるって思ってなかったので、あの皆さんと一緒に全力で楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。赤松さんありがとうございます。では黒沢雄一役を演じられました町田慶太さんよろしくお願いします。 え皆さんこの度ありがとうございますクロサユチ役演じました町田啓太イタです、えー、中継をご覧の皆さんもありがとうございますえー、っとですね赤底こも言ってましたけれどもまさかまたこうして皆さんの前に、えー、立てるなんて本当に嬉しいですあのですねたくさん話したいことあると思うんですけどあると思うんですけどあるんですけどはい少々緊張しておりますえーえー、っとまあ楽しい時間を過ごさせてもらえればと。 思ってますので今日はよろしくお願いしますはいありがとうございますではここからはですね私よりお二人に質問をさせていただきますがマスコミの皆様は一旦こちらでフラッシュによる写真撮影止めていただきますようよろしくお願いいたします、はい、さて公開初日以来多くのお客様に劇場に足を運んでいただいております本作ですが SNS などで 見終わってから思い出してまた泣いてるですとかチェリマホロスがすごすぎて全く仕事にならない、はい、あと宝物のような映画ですなど本当感動の声たくさんいただいていますで。今日はせっかくの機会ですので事前に公式ツイッターで皆様に舞台挨拶で聞いていただきたいことを募集しました。本当に 本当にたくさんの質問が集まり出しましたのでここからの舞台挨拶ではお寄せいただいた質問どんどんぶつけていこうかと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは一つ目の質問です実はここもアドリブなんだよみんな気づいたというシーンがあったら教えてくださいということですではまず赤素さんから伺っていきましょうかいやーこれ多分皆さんわかんないと思うんですけど 全編アドリブです <laughs> 言ったねー <laughs> 言ったねーすいませんやっぱどうしても発言したくて面白い発言をねえ,ねえ逆に僕は一切ありませんやばいですね <laughs> いやでもあんまり記憶あるいやないですそれこそ 本当最初のデートとかは本当に天んだったのでないんですけどうん、うん、あのねハイキングだったりね、はい、確かにそれくらいですよね、うん、あとはあ足立家に一緒にアパート帰るときの会話だったりとかそ、ね、あそこはでもあの本当はあのトガキだけというか、はい、セリフ自体なかったんだよ、ね、なかったですよねで、えー、とじゃあ撮影日行ってそしたらあの僕らのところにね、うん、風間さんがね <laughs> 監督が来て、ちょっとこれ考えてきたんですって紙を用意してくださってそこにセリフだったりとかね <laughs> 書いてきてくれてそれでその流れであのアドリブはやってたかなやってましたねあの誠結びがあの映画では出ないからっていうので入れたいなみたいな、うん、誠結びのね、はい、誠さんって人だったんだねっていうそうでしたっけ そういうい話してたよ確かもうもうウーロンタさんっていう名前しかご本人のね <laughs> ご本人の名前しか出てこないです <laughs> 印象すごい強いからね強いですよね,ね確かにあとはそうで俺もあったかなと思って <はい S 1> あの今日いやそんななかったですよねってフレデューサーの本間さんに聞いたんですよニコニコされながらめちゃくちゃありましたよと。<laughs> そうでしたっけって、はい、あの思い出したんだけど足立がそうか皆さんも見終わった後ですもんね話しますね <laughs> ありがとうございますあのオムライスをね、はい、作ってくれるじゃない、はい、でその後にもったいなくて食べられないとあそこの後あといや食べろよって言った後、はい、あれはアドリブでしたあれすごくないですか目で焼きつけるみたいな。 心ね <laughs> 目で焼きつけるの普通です、ね、そうな,のなんか <laughs> 心で<す>そう,そう俺も目っていう風になんか出ちゃったのかなと思ったんだけど、はい、心って言ってた心で焼き付ける心に焼きつけるって言っててなんかそれがマジで黒沢っぽいなって思って感心をしてました <laughs> 僕現場でいや日本語としては破綻してるんだけどね <laughs> いや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 本当に 黒沢ならやっぱ心で焼き付けますもん絶対心にベタってあの瞬間を切り取ってる気がします <laughs> その時言った後の顔がめちゃめちゃいい顔するんですよねそれが楽しくて多分言っちゃうんでしょうねいろいろとあれ衝撃でしたねああいうのまあでも楽しかったねそ,そうですねめちゃくちゃ楽しかったですね,ねだって急にフリーズし始めるんですもんアドリブで <laughs> <laughs> どうしたみたいなね何が起こるんだろうみたいなありましたね <laughs> っていう感じのはありましたねっていうのは多々あったりとかね ありましたありましたね。<ー>はい、アドリブありましたかって聞かれて、はいまあ、振り返ればあったからぐらいの感じなんですね。まあ、そ,そうですね、はいまあ、だから撮影中はもうほんと没頭してるからもうかっていうのも,もう結構ねもう集中してやってたもんね集中してましたし何より多分セリフ自体もすごいスッと入ってくるからなんかアドリブとそのセリフの境界線みたいなのはすごいあい曖昧な ところになってたような状況でしたよね、うん、皆さん見終えたばかりかと思いますがそれを踏まえて多分また見たい方がほとんどかと思いますはい、貴重なアドリブ浜橋ありがとうございました、はい、ありがとうございますでは続いての質問ですはい、赤ソさんは、はい、いたずらが好きだと舞台挨拶でおっしゃっていましたが、うん、今回の映画の撮影中にも何か共演者の皆さんやスタッフの皆さんにいたずらをしたんですか という質問です僕めちゃくちゃしてました <laughs> あの特に白石さんっていう衣装部の方がいて白石さんがお化けすごい嫌いなんですねだから僕はその霊が見える人のふりをしてずっと白石さんの肩の奥をずっとやってたよねやってましたやってたね <laughs> 殴られました やめろよ <laughs> 結構ガッチできれる <laughs>。<laughs> 本当に嫌いだったんだよね <laughs> 本当に嫌いなんですよね <laughs> 町田さんは赤楚さんから逆にいたずらを受けたみたいなことは今回は僕は多分なかなかったんじゃないですかねかすそれこそ,そのスタッフさんにはやってましたけど共演者さんには今回その電気のブラシもなかったですし、うん、そうだね電気のがあったらやりたかったのやりたかった <laughs> もちろん。<laughs> ドラマのときに、ね、あの電気であの頭をこうなんかビリビリってするやつがあるんですけどあれでね、ちょっとね、やましたね僕はやったことなかったから赤楚んがすごいニヤニヤしながらね、僕にあのやってくれたんですけどレベルマックスだった。 あれ楽しかったですね楽しそうだねあとイベントのビリビリペンもすごい嬉しかったです僕はビリビリペンあったねありましたありましたあったね結構ビリビリさせられがちだったのかなそうですね懐かしいなじゃあ次のディープさんの曲はビリビリでビリビリで確かにゴロ的にはねいけちゃうんゴロゴロいけそうですよねうん くらゆらからの、ビリブミ、ビリブミで、あ、じゃ、うん、さあ、ビミビミだ。うん、<laughs> うん、ビビ。ビリビリですよね。ビリビリだね。分かんないです。今出てこないです。パッと。うん。考えてもらおう。考えて、そうですね。皆さん、考えたのツイッターでハッシュタグ、チェリ魔法で、お願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。はい。<laughs> 本当、赤楚さんの、まいたずらがあったから、ある意味、こう、和やかな雰囲気で、撮影が進んだっていうところもあるんでしょう。いや、ないです。ありますよ。いや、ないです,ってあります。あります。大いにありますよ。 絶対ないです個人的な趣味,趣味 <laughs> あれは趣味だったのね趣味で,すいやでもそれにね現場、まあ、そ白石さんもそうですけどみんなもう和やかになって笑い合いながらできましたよ毎回、はい、僕もそれであ赤赤くんがやってるんだったらいいやと思って僕も結構、はい、はっちゃけちゃったね なんか気にぶら下がっちゃったりしていやいろいろはっちゃけてましたよエレベーターでダンスとかもししてまたやってたね、赤そこもやってたからね、僕もやってました、僕、ふりふりだけですけど、ターンまでしてましたね、んでだろうね、ちょっと今回、テンションすごい上がりすぎて楽しくて、なんかいろいろしてたね、いろいろしてました、なんでやったのか覚えてないんだけど、そうなんですよ、だから見返すとちょっと恥ずかしいみたいな、そうですね。大丈夫はい 本当に撮影が楽しかったのということが非常に伝わってきまして質問、まだまだま3つ目の質問ですが、た太郎さんの記事で町田さんはほとんど一発で OK を出すというのを見たのですが逆に苦戦したシーンがあれば知りたいですという。全部でですす嘘じゃなないですかいかや本当にそんなさっき舞台袖で全部するっといけたよねって会話したじゃないですか。<laughs> 2 <laughs> 人ともね割とねいやでも結構あったと思うんですけどねなんかその何て言うんでしょうそのまあ噛んだりとかなんかそういうのはあんまりなかったかもしれないんですけどやっぱ微妙なニュアンスの,のニュアンスでやっぱり全然変わってくるのでそれで何回も何回もっていうのは結構あったよね。それはありました本当に微妙なニュアンスで だからまだったりとか本当トーンだったりとか、うん、っていうところのその修正っていうぐらいですよねそうだねでは続いての <laughs> 配送に参りましょう劇中で二人の家族に会いに行くシーン、まあ、それぞれとても心温まる場面でしたが、まあ、撮影時のお話を聞けると嬉しいですということですでは赤瀬さんからお願いします 2人とも二人ともっていうか2つの家族どちらも温かい人たちでしたよね、本当にそのインしてってなるとやっぱりその最初、ちょっと距離感あったりとかすると思うんですけど本当に温かい人たちであこれが僕の家族なんだとかこれが黒沢の家族なんだっていうのはすっと入り込めるような人たちだったなっていうのはまず思いましたし、うん、まあ何よりちょっと足立弟がすごいそっくりすぎて僕はすごい好きでした。 だって、あのー、初めて、ね、足立家に行った時にあの挨拶するところもう初めてとていうかあの足立と本当に同じ反応してたもんねまぶ、ね、しいっていう,いていうこ,こういう顔しててさすがは両方の目でまぶしいだったんですよ。あそうだったの確<か>で足立は固め,固めだったんだ。<laughs> そこちょっとで違うだいで違うところうでも本当、足立県めちゃくちゃあったかかったねあったかかったですねなんかこうねそれでいうとご飯んの芯もアドリブじゃないですかあそうだ夜ご飯のご飯全部アドリブだあれ全部アドリブですよねそうだ<は>い思い出した思い出しました、僕も今そうでした <うん S 1> ねすごかったねすごかったですよね本当にあれ 本当に撮影的にはその一日だけだよね。一日だけです。あの家族のシーンね。うん、でここまで家族になれるのかる <laughs> みたいな。なんかすごいびっくりしたね,かね確かに。うん、黒,沢黒沢家はまたね <laughs> 違う意味での温かさありましたけど。<laughs> そうですね。うんなんか緊張感もやっぱりねもう作ってくださってたから。ありました。なんかこうあの撮影で えっと、ちょっと撮影してで少しこうあの間が空いてスタッフさんたちがそちこでなんか照明だったりとかカメラの位置だったりこう直す時間があるんですけど <laughs> その時間とかも普通だったらちょっとこう緩やかに少し端の方で、うん、あでコミュニケーションを取ってたりとかあるんですけどずっと座ってたよね、ほぼ。ずっっと座ってましたねなんか ね、静かにみんな <laughs> 静かでしたね, <laughs> ねいやちょっと緊張感半端なかったなっていう、ね、受け入れられてない感じはしました <laughs> すごいまた全然違うでもその分ねすごい嬉しさというかありましたね,ねあったからでもお二人とも温かい人たちではありましたよね、うん、すごく、ね、芝居の時だけ本当に「くっ」て怖いなって いや助けられてたね本当に助けられましたね両家のシーンは特にありがとうご、ん、ざ、はいますでは続いての質問に参りたいと思いますが自分が演じた役のセリフで印象に残っているもしくは好きなセリフはありますかという質問ですでは赤瀬さんからお願いしますあの今回の映画で言いますとあのめちゃくちゃベタかもしれないんですけど僕愛してるって言葉 すごいいいなって思ってなんか今までその恋愛ものっていうのはやってきたことはあるんですけども愛してるって言ったことなくて僕しかもなんかそのヨーガとか見ると愛してるって言ってたりするじゃないですか日本だとやっぱ好きだになってしまうのでなんか愛してるっていいなって思いながら確かにねはいそこまで言わない みたたいいななとこあったりすするもんねね言わないですよ、ね、だからその覚悟も含めすごい好きな言葉ですねシンプルで確かに、うん、僕はそうですねあのこれちょっと分かりづらいかもしれないんですけど僕が黒沢を演じている中で僕自体が吐いた言葉ではないんですけどそういうふうにあの六角が言われましたっていうのがあって。 そう「黒沢二世を」っていうのを言て「はい、いや僕は、ね、六角一世を」っていうセリフがあってっあれってめちゃくちゃいいなっていう,そうなんか自分がやっぱりそうやってなんかこう輝いたりとかそこを自分なりに目指すのがやっぱりよくないというか、うん、それってなんかすごくいいなっていうふうに思ったんで。 直接的な言葉ではないんですけど、すごく僕は好きですね、なんか。はい。そうですね、そのセリフはどう言ったかは、皆さんのご想像にお任せする、うん、っていう形になるんですけどね。<laughs> そうですね。<laughs> 本当に六角のまあ、男らしい一面も見られましたし、あとも赤瀬さんのドラマ映画初愛してるを、はい、まチェリマホでいただけたということで、はい、ありがとうございます。<laughs> はい。なんか言ってたらすいません、どっかで。<laughs> もしかしたらね、はい、もしかしたら言ってるかもしれない。<laughs> <laughs> これが初ということで、はいはいはい、はい、ということでありがとうございました。もっとお話お伺いしたいところなんですが、お時間が迫ってまいりました。ただこの後ですね、夜10時から。 オンラインイベントを予定しておりますのでまあ、今日お答えできなかった他の質問に関しては今夜のそのイベントでお答えいただける可能性がございますそちらもぜひ楽しみにしていてくださいイベントの詳細公式ホームページにてご覧いただけますはい。では最後に劇場で映画をご覧いただいた全国の皆様に向けてお二人それぞれからご挨拶いただければと思いますまずは町田さんお願いいたしますはい、えー 改めてになってしまいますけれども、もう本当にありがとうございます、もうこの言葉につきます、えー、なんか今回、えー、映画化ということで、えー、チェリマホの世界観をまた、僕もあの体現できると思ったとき、本当に嬉しかったですし、あの赤楚君とみんなにまた会えて、またあの世界に行けるんだと思ったら、本当にワクワクしました。 えそんななんか時間をいただけたっていうのは本当に皆さんのおかげですし、あの本当に感謝しております。えー、なんか日々楽しいとかなかそういうあのご意見だったりとか感想をいただけるたびにすごく勇気づけられてます。えー、なんか本当にこう言い出したらいろいろとこう切りがなくなってしまうんですけれども、もう本当に。 感謝していますとありがとうございますというのが本当にこうやって面と向かってだったりとかあの同じ時間で、えー、ちゃんと伝えれたらなとあたじゃないですけれどもはい思っていましたので本当に嬉しいです、えー、まだ公開続いてますし続きますのでぜひぜひあのゆっくりとじっくりと楽しんでいただければと思います、えー、本当にありがとうございました。 松田さんありがとうございました。それでは赤相さんお願いいたします。え皆さん、えー、会場に来てくださった皆様、そして、えー、ライブビューイングを見てくださった皆様、えー、本日は短い時間でしたがありがとうございました。えー、っとですね、本当に僕にとっても何度も言いますけど宝物のような作品になってまして、で本当に映画化するって決まった時はすごく嬉しかったですし。 何よりもこの台本を見た時にあこのテーマすごく伝えたいなって思いましたしなんかまあ僕からいろいろ話すことっていうよりもその映画見て何か感じ取ってもらえたら嬉しいなって思いますこれからも映画やってますのでぜひ何度でも足運んでくださいどうぞよろしくお願いします